ファンタスティックパイセンです。はい、ボーカル担当のマホパイセンです。はい、ドラム担当のマホパイセンです。お願いします。はい、そんなね、なんかもう、今日も楽しいんですよ。楽しいですけどね、これですから、ね、なんで楽しいのかって、もう今ワクワク止まらないんですね。まだ飲んでませんよ、ちなみに。大丈夫です、今なんかもうベロベロしてます。違います、違いますよ。ということで、本日の企画はこちら。ででん、お酒飲んでみたー。もうその通りです。初めてのお酒を飲みます。というのもですね、先日4月18日に私マホパイセンが20歳の誕生日を迎えました。おめでとう。ありがとうございます。その1ヶ月前に3月5日にマホパイセンも成人になります。おめでとうございます。なのでですね、まあ、2人とも20歳になった。そうなの。ということは酒飲むぞー。飲むぞー。という企画でございます。ではもう早速いきますね。ゴー。じゃあ最初はほろ酔い。ほろ酔いカシスオレンジ、イエーイ。開けます。でも乾杯したくない？乾杯したい。なんか選んで選んで。でもまずビールみたいなとこある。私ほろ酔いなのにまずビールくの。とりあえず生でいいんじゃない。いいんじゃない。でも面白いから。開けて。アサヒスーパードライ。決まりました。決まりました。では二十歳。乾杯。美味しい。飲みたい。大丈夫。待って。今普通に飲もうとしたけど、マホパイセン初ビールだからね。うん。ちょっと待って。苦っ。にっこ、美味しくない。これの後に飲むもんじゃない。いや、それはそうだわ。マジでマホパイセンは、うん、お酒自体を飲んだのはどう、あれなんだ。今日は4月20日なんですね、うん、で、誕生日の夜に初めてほろ酔いのいちごスパークリングっていうのを飲んだんですよ。かわいい。かわいいでしょ、うん、それだけだったんですけど、うん、でもそれは丸々1本飲んでも平気やっか。じゃ強いんじゃない。マジで飲め飲め。危ないよ。ズミの方が飲みやすいから、じゃあこれいく？え、これラッパでいいの？ラッパでいいの。ブリスクレモネード、これめっちゃ美味しい。これおすすめ。じゃあいただきます。じゃあ私どれに。うん、梅酒。梅酒お願いします。梅酒好きなので。梅酒好きそうだね。確かに梅酒好きそう。梅酒好きそうだわ。わあ、いい音。乾杯。レモネードじゃん。美味しいよね。美味しい。梅酒も初めて飲む。きっと好きさ。いただきます。あー、うん、飲みやすい、うん、女性に人気なのが分かるね。何飲む？ワインとかいっちゃう。ワインは夢かも。美味しい。ワイン美味しい。ありがとうございます。ストローを刺すスタイルの、うーん、こうなんかこれね。はい、めっちゃ白。楽園ワイン。白いワインとこれ赤いワイン。赤いワインです。乾杯。めっちゃアルコールって感じするよね。いただきます。あ、でも白の方がまだ飲みやすい気がする。うん、ストカンいっちゃう。あ、いいね。これが巷で話題のストカンですよ。のパイナップルです。いただきます。わりとアルコールって感じするでしょ。でも匂いはもう全然パイナップルジュースなのよ、うん、でもカーッとするわ。やっぱりするよね。でこれでこれ、うまい。うまい。合うね。モンパイセンはストカンとローソンの梅しそのサラダチキンのコンビネーションが神。めっちゃおすすめ。合いそう。梅しそいいね。梅しそ味が結構濃いからめっちゃ合うのよ。似合うね。なんかジャージでこれっていうのがなんか様になってるよね、これ。あ、うめえな。疲れてんのかなみたいな。酒に癒し求めてんのかな、ね、みたいな。え、これからさ、はい、お酒をさ、はい、積極的に飲もうと思っているんですか。はい。今日はその第一歩となってます。え、でもいいね。なんかお外にも飲みに行きたいね。居酒屋さんとか行きたいよね。いいね。ね、楽しそう。なんかさ、やっぱ
第2じゃん今、うん、第1の間にもう飲んでることがいたんでしょ、ね、そうだよね。でも全部断ってきたのね。えらいね。一人だけ帰ってただからこれからそれに参加できるのかなとか思うとちょっと嬉しい。え、そうだね、嬉しいね。やばい、めっちゃさ顔が乾かしてる。でも私も顔が熱持ってる。熱は持ってる。本当だ。でも見た目に出ないタイプ。出ないタイプ。いいな、もうすごい見た目にさ、お酒飲んだよって出ちゃうんだよ。お酒飲んだよってレレ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 レで、なんと、うん、クライナー作ってるんですよ。これ結構強いって聞きましたよ。やばいよ。でも飲むならこれ飲まざるを得ないよね。まあね、やばくない？本当にやばくない？大丈夫？これ出して大丈夫？どう？ちょっとカメラ寄ってよ、比べよう。赤赤い。あ、クラクラしてきた。お、酔ってる？うわ、嬉しい。やばい、生まれて初めて酔ってます、この人。酔ってます。だって眠いもん。は？いやー匂い嗅ぐね。え、だって待って待って、15度でしょ。 15% だよ。わかりました。初クライナー、クライナーです。いきます。頑張ー。怖っ、怖い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 。やー、せーの。塩気スプレーの味がする。怖い怖い、どうしよう、怖い。 15% のものを2つも飲んじゃった。大丈夫だよ。怖い。落ち着いてください、お客さん。はい、ここで同じ人がいます。あー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 。じゃあこの中でどれが一番ちょっとお好みだった？ちょっと飲み比べていい？それいいですよ、全然いいですよ。隅の子ね、うん、うんうんうん、うんうん、あ、大丈夫？やばいよ、ビールなんて。かわいそう。魔法焙煎初飲酒記念輝く第1位は、まだ飲み比べてる。決まりました。でん、早いです。新車にはホロヨイ一番かなと思います。ホロヨイはね、たくさんの種類ありますから、いろいろ試してみたいなと思います。 ね、あとやっぱりその、やっぱりまだお酒を飲むことは悪いことだという、まあ、未成年だったりね。ああ、そうですね、この間までね、その気持ちが抜けない。ああ、なるほど。抜けないので、あのこれこれ 3%、はい、これぐらいならまあ、はい、良心的ですね、これはね。良心的ですね。でもね、悩みました。これもね、美味しいですね。そうです、炭の方も飲みやすいですからね。これはこう説明が詳しく書いてあって、優しいの。そういうとこ見ますもんね。見ますね、やっぱそういう。なるほど。で、明日ね、期日前投票なわけ、うん、こういう炭の方みたいにこう詳しくこう書いてくれる議員さんとかって、うん、こういうさ、政治に慣れてない若者でも分かりやすく書いてくれるのって優しいじゃん、うん、だからこう、あ、みんなに説明する気があるんだなって思うと、うん、やっぱ応援したくなるわけ。なるほどね。そう、まあ、もちろん政策とかも読むけどね、うん、そういうところまで参考にして、うん、誰にしようかなってやってたら、さすがの魔法焙煎の親も呆れたみたいで、真面目だねって真面目だねって。そう、真面目なんです。言われました。びっくりした。あなたが真面目だから私も真面目に育ったんでしょうがって思
て。それはそうだね。そんな人に真面目だねって言われてびっくりしちゃいました。いや血には抗えないよね。抗えないよこれは。そう、なんかね、おばあちゃんがさ、うん、車のさ免許の更新をしないといけないじゃん。うんうん。でなんかそのテストみたいなのを受けるわけ。ばあちゃん、そう、ばあちゃんとおじいちゃんでね、ばあちゃんおじいちゃん、おじいちゃんとおばあちゃんいて、で2人とも受けに行ったわけ、うん、でそう、おじいちゃんがまずね元気なの。おじいちゃんとおばあちゃんどっちも元気で、おじいちゃんの方がそう受けてきてさみたいな、俺98点だったよみたいな、おすげえ、すごいよ、そう、あもう本当に元気だねみたいな、なんだっけ、うん、そしたらさ、おばあちゃんもさ負けず嫌いだからさ、私は100点だったけどねって言ってきたわけ。私はさ結構負けず嫌いでガンガンとかあるわけ。そうだね、血に笑えないんだなと思って。すごいね。はい、ということで今日はお酒飲んでみたという動画でした。こんなねほろ酔いな我々で申し訳ないんですけれども、でも初めてこんなに飲みましたけど、思ったより怖くなかったです。よかったです。うん、ということで本日の教訓です。お酒は楽しくほどほどに。今回の動画がちょっとでも楽しかったり、楽しく適量にお酒を飲みたいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録、それからコメントの方もよろしくお願いします。その他インスタグラム、ツイッター、TikTok もやってますので、そちらの方もチェックラー。それではまた次の動画でお会いしましょう。いつだってファンタスティック。バイバーイ。